国道9号沿いの武前電軸の街並み、右に海峡夢タワーが見える。なお、国道を挟んで左手には武前電商店街がある。武前電とは、山口県下関市にある地名である。山口県最大の歓楽街である。JR 下関駅の東側、国道9号の北に並行する豊か、前田商店街の周囲に、飲み屋や料理店などが多く存在する。 この一帯が、長府藩の過労であった細川氏の領地であり、細川氏が武前国国ら出身であったことから、武前伝の名が名付けられたという。なお、新作通りの名は、幕末の志士、高杉新作にちなむもの。新作通り一帯は、映画、チルソクの夏のロケ地にもなった。地名としての武前田町は、国道9号北部の伏線寺。 紅葉稲荷周辺から新作通り沿いを経て、国道急行沿い、さらにはその海側のエリアにまたがる。新作通り周辺の陥楽街の大半が、武前田町2丁目にあたり、その北方が武前田町1丁目、国道より南側が武前田町3丁目にあたる。国道沿いには、隣の細江町にかけては、オフィスビルが多く立ち並ぶ。武前田町3丁目は、 国鉄生産事業団が売却した旧細江アード跡地の再開発によって整備されたエリアでありコンベンションセンターである山口県国際総合センターを中心として外区が形成されている国道9号沿いでは市民が道路愛護ボランティアとして沿道に花を植えており海峡花通りと命名されている部前田町山丁目付近の写真右側の建物は 山口県国際総合センター、海峡夢タワー部前伝に関連するイベントとしては、主に以下3つが挙げられる。ありがとうございます。